皆さん、こんにちは。東宝専属の女優として人気を活躍し、若大将シリーズや特撮映画にも出演した星百合子さん。2018年に74歳で亡くなりましたが、死因は何だったのでしょうか。またこれまでの結婚歴も気になります。今回は星さんの死因が喫煙だということで、その死因と京都での晩年とこれまでについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。本名清水百合子、生年月日1943年12月6日、没年月日2018年5月16日、出身地東京都千代田区梶町、最終学歴聖華学園女子高等学校。1958年の15歳の時、東宝が宝塚歌劇団東京公演にちなんで募集したミスシンデレラ娘で優勝したことがきっかけで芸能界入りします。そして八重歯のシンデレラをキャッチフレーズに、1959年公開の映画鈴懸の散歩道で銀幕デビューし、同映画の主題歌で歌手デビューも果たしています。その後1960年には同期でデビューした浜美恵さん、田村奈美さんと共に東宝スリーペットと呼ばれ人気を博したのです。女優としてさまざまな作品で活躍した星百合子さんですが、特に1961年からスタートした若大将シリーズでマドンナ、住子役が当たり役となりました。以降加山雄三さんが出演する映画には必ずと言っていいほど星百合子さんの姿があったのです。また当時の星百合子さんはファッションリーダー的存在で、癖のない庶民的な美貌で注目を集めました。星さんは人気絶頂だった1969年乗っ取り王で名を馳せた横井秀樹さんの長男、横井邦彦さんと電撃結婚されるのですが、邦彦さんとは性格が合わず、結婚からわずか80日でスピード離婚されています。ちなみに横井邦彦さんは事業の不振などが理由で2008年首を吊って自殺されています。その後星さんは関西の喜劇作家で脚本家の花と小箱さんの同名小説が原作の舞台舗装で繁盛期に主演されているのですが、これがきっかけで花とさんと知り合うと、間もなくお二人は恋に落ち、お母さんと二人で暮らす星さんの自宅に花と小箱さんが入り浸り状態となります。ただ花とさんには奥さんがおられ、ごたごたの末1974年3月に離婚されるのですが、花とさんは奥さんと離婚する際、星さんとは結婚しないという約束をされていたため、お二人はすぐに結婚というわけにはいかなかったのでした。そんな中1975年4月19日、星さんに花とさんと仲のいい役者やテレビ関係者で構成された親睦会仲間会のメンバーから電話で、石川県片山津温泉でのゴルフコンペのお誘いがあり、星さんは先約があったため断ろうとしたのですが、メンバーが一人欠席したので何とか来てほしいとかなり食い下がられたため、星さんが「ではハンディをご自由くださいな」と冗談で言ったところ、 OK の返事だったため星さんは急遽参加することになります。ただ星さんが現地についてみると、すでにみんなは出発した後で、星さんは仕方なく旅館の中井さんと世間話をして時間を潰されます。そしてようやくメンバーたちがコンペを終えて旅館に戻って風呂に入り、全員が風呂から上がると大広間で表彰パーティーが開かれたのですが、その途中で突然畳の上に赤い毛線が敷かれ、奥に金屏風が設置されると、読売テレビのビデオ制作室長が立ち上がり、これから花と先生と星百合子さんの結婚式を執り行いますと挨拶。何も知らされていなかったゴルフウェア姿の星さんと旅館の法被姿の花とさんは金屏風の前に座らせられると、メンバーたちから次々と祝福の声をかけられ、これが事実上結婚式となったのでした。なかなか結婚しないお二人を見かねて仲間たちが結婚式を仕組んでくれたそうで、星さんは4月21日に行われた結婚記者会見で
この話を明かされています。しかし8年後の1983年9月花人さんは胸が痛いと訴えて入院されると、右肺に大量の水が溜まっており末期の肺がんとの診断。翌10月には55歳の若さで他界されたのでした。またご本人には病名は知らされていなかったため、亡くなる2日前まで病床で仕事をされていたそうです。その後星さんは1990年会社役員の清水正弘さんと再再婚。お二人は知人の紹介で知り合われると同い年で、お互い離婚経験者ということでも気が合い、交際に発展し結婚に至ったそうで、結婚後は京都に移住。京都ではご主人と姑の春江さんと猫に囲まれて穏やかな暮らしを送られたのでした。ちなみに星さんは3度の結婚を通して子供さんはいらっしゃいません。しかし再婚相手である夫清水正弘さんには前妻との間に息子がおり、星百合子さんのママ子となったそうです。そのまま穏やかな生活を送っていた星さんですが、2018年に74歳で亡くなっています。死因は肺がんと心房細動でした。肺がんは喫煙と因果関係が強いイメージがあるため、星さんの死因が喫煙という情報が出回ったのでしょう。しかし星さんが喫煙好きだったという情報はありません。ただ肺がんは受動喫煙やアスベストが原因の場合もあるため、非喫煙者でもリスクはあります。星さんも日常生活を送る中で汚染された空気を吸い込んだため発症してしまったのかもしれません。ちなみに元夫で脚本家だった花と小箱さんも同じく肺がんで亡くなっています。星さんは3度の結婚歴があり、花とさんは2番目の夫でした。夫婦仲は良かったようですが、彼は55歳の若さで死去。死別した星さんは1990年に会社役員の清水正弘さんと再再婚し、ようやく添い遂げたのです。ただ花とさんが長生きしていればきっと長年仲良く暮らしていたでしょう。彼は喫煙が好きでタバコを吸いながら脚本を書くことが習慣化していたのかもしれません。結果的に肺がんを患ってしまったのでしょう。星さんは彼の死から35年後に亡くなっており、二人の死因に因果関係はありません。しかしかつての夫婦が同じ死因で亡くなっているのは奇妙な偶然と言えますね。次に星さんがコーヒー好きだったという情報を確認します。コーヒー好きと噂されたのも死因と関係があるようです。星さんは肺がんのほかに心房細動を患っていました。心房細動は心房という心臓上部の部屋が小刻みに震え心臓機能が低下する症状です。動悸やめまいで体調を崩す場合もあれば、自覚症状がない場合も多くあります。原因としてはストレスや高血圧の他、カフェインの過剰摂取も挙げられます。つまり星さんがカフェインを取りすぎて心房細動を患ったと考えた人がいるのでしょう。結果的にコーヒー好きという噂が生じたのかもしれません。星さんは実際に特保のコーヒーを愛飲し CM にも出演したようです。もしかしたらコーヒーを飲みすぎて死期を早めてしまった可能性はあるかもしれません。星さんは1990年に清水正弘さんと結婚後、彼の母親と共に京都で暮らし始めました。彼の母春江さんは元女優で山田五十鈴さんの付き人をしていたといいます。星さんと春江さんは非常に仲が良かったそうです。京都に住んで以来、仕事の際は東京との間を往復していました。2018年に亡くなったのも京都市の病院です。具体的な病院名は分かりませんが、京都市立病院または京都市立京北病院だったという噂があります。亡くなった日は普通食のカレーを3口ほど食べ、コンビニで買った大好きな杏仁豆腐も口にしました。午後10時頃、息苦しさを訴えたため夫の清水さんがベッドに正座させて背中をさすったそうです。しばらくすると星さんはありがとう、楽になったわと言いました。しかし突然後ろに倒れたそうです。医師が駆けつけて懸命に処置しますが、そのまま亡くなりました。清水さんにとって最後にお礼を言ってもらえたことと、穏やかな死に顔で旅立ったことは救いだったようです。3日後には京都市内で通夜を営みました。星さんは清水家の菩提寺である京都の寺院に眠っているそうです。
今でも愛する夫と家族のいる土地で穏やかな時間を過ごしているかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。